ビラトリテレビ中継局は北海道ビラトリ町川向かいにあるテレビ中継局。ここでは道庁内にあるぶりないテレビ FM 中継局と NHK ガンギ別テレビ中継局についても合わせて記述する。なお、平取中継局は NHK が室蘭放送局エリアになっており、触れない中継局の電波を受信して放送しているが民放は 札幌送信所の電波をダイレクトに受信して、中継している。また、NHK 眼離別テレビ中継局も、平取り中継局同様、触れない中継局の電波を受信して放送している。触れない中継局、ぶりない中継局右は、デジタル用2009年2月の放送開始当時、TVH を放送するための秋チャンネルがなかったが、地デジ完全以降により秋チャンネルが出て割り当てられた。 こと。TVH も放送していたアナログ協調施設が、地デジ完全移行により廃止されるための救済措置。以上の理由から開局するもので、ビラトリ町からの支援を受けての開局である。平取中継局、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 釧路中,中継局と同日開局。ABCDEFG 広報ビラトリ2011年6月号。 7月24日、アナログ放送終了。地デジ完全以降、もう地デジ化は済みましたかアナログ未開局だった民放全局がデジタル新局で中継局が設置されるのは北海道うちでは、当中継局の他市別市の温魂別中継局がある。2011年2月28日に公表されたデジタル中継局リスト北海道。 総合通信局分平成23年第3回、ビラトリ町議会定例会地デジ中継局のチャンネル変更を実施します。道内6局所の地デジチャンネルの一部を変更。総務省北海道総合通信局 TVH の中継局ロードマップ。ありがとうございます。